ちは。こんにちは。どうも。春の新商品いろいろ出てますけど、はい。出てますね。なんかいいのありますか。結構いろいろいいのありますよ。こんなとこに新宅さんの新しいカタログが。わざとらしく。わざとらしく。わざとらしく置いてます。新宅さんの新しいラケット。ご存知ですか。新しく出たラケット。教えてください。あ、仕方ない。そこまで言われたら教えたいんですけど、あ、出てきた出てきた。ファクティブカーボン。ご存知ですか。例のラバーのファクティブの。あ、よくご存知で。もうファクティブを使う人のためにちょっと出てきたようなこのラケット。だいたいこのね。同じ名前のラケットラバーセットみたいなのフライアットの時もあったんですけど、その近い感じで、まあこのファクティブというラバーに相性バッチリなファクティブカーボン。ただもう一個ちょっと僕の中でちょっとおすすめがあるんです。はい、何でしょう。言っちゃっていいんですか。言っちゃってください。え、言っちゃっていいんですか。言ってください。セプティアリード、ご存知ですか。セプティアは知ってますけどね。セプティアリード、どう違うんですか。これね、今まではね、セプティアってのは全部ヒノキのラケットだったじゃないですか。そうですね。ね、セプティア、噛んだ。セプティアリードはヒノキの中に、まあ普通の木材、ヒノキじゃない木材を挟むことによって、ちょっと安定感と言ったらあれなんですけど、また新しい打球感を保持したいいラケットでございます。もう一個、そうですね、あ、実は内緒にしてましたが、うちの卓球場、なんとボールを新調しまして、お、なんと新宅さんの D トップ、こちらを使わせてもらってるんです。これいいですね。すごい好評です。打ちやすいね。D トップちょっと見せます。はい。D トップ取り球。なんか C トップ、J トップなんかいっぱいありますけどね。D これいいですよね。そうですね。うん、まあ、J トップ取り球がもう一番トレキューでは最高ですけど、うん、それに次ぐぐらいのね、うん、高品質なやつですよね。最後じゃあ日卓愛を語ってもらいましょう。日卓愛、まあ見てください、この制服、日卓です。こんなもんでいいですか。いいでしょう、今日のところは。今日のところ、はい、僕はね、ラバーも日卓さんにお世話なんですよね。ファスタック使ってますから、いいラバーですね、あれも。ですね。うん、ぜひぜひこの春新しい商品、日卓さんからちょっと目が離せないですね。そうですね。